うまうまだよ。はい、はい、トロピー翔太です。よろしくお願いします。今回は安定のうまさ、おかんが作るかぼちゃのタイタン。いや、やっぱ安定やな、ほんまに、うん、いつもいつも美味しい、ありがとう。ほっこりよ、ありがとう。この年にはなかなか食べるときないんやけど、やっぱりタイタンうまいなと思って、それをまた自分で作れるようになるから、これからさあやっていきましょうね。バイ、レッツクッキー。材料はこちらです。まずね、かぼちゃ、砂糖、昆布茶、みりん、だしの素、濃口醤油、以上です。まずかぼちゃの種を取っていきます。スプーンでプリンとね、もう簡単に取れるから、おいし。全部きれいに、OK。種取れたらええ感じの大きさに切っていきます。何個巻きっとけ、こっちは。で、たっぷりの水でね、沸かしていきますんで、このまま鍋にドーン。はい、大体の大きさ切っていきますね。はい、火をつけます。中火で沸かしていきます。今10分ぐらい、火の通りチェック。お、大丈夫、もう全然大丈夫。スーッと入っている、入るっていうより、にゅるって入る感じで OK やから。2回炊くから、炊きすぎ注意。スッって入るより、にゅって入るぐらいで OK。 ザルにあげます。戻します。水入れまーす。ここで中火です。だしの素大さじ1、昆布茶小さじ1ぐらい、砂糖大さじ1、みりん大さじ 1.5 ぐらい、濃い口醤油40。これで沸いてきたら、もうすぐ火止めて完成です。はい、いただきます。いやいやいや、うん、ほろほろ美味しいね。これもなんかめっちゃ美味しいっていう感じじゃないで、もう、うんうん、あ、あーって感じ、もう美味しい、あ、美味しいって感じ、もう染み当たる感じ、おかんの味、おかんの味やろな、これはもうみんなのおかんの味や。うん、結構だしに対して醤油と砂糖って少ないやん、うん、だからあ、入れてればもうかぼちゃの甘みをちょっとな、力添えしてる感じ、ちょっとだけ、うん、その感じでも優しい味になってると思うんで。あと最初にあの水で炊いたやん、うん、あそこで炊きすぎんことやね。あと火を強火にしない、火を強火にしたらあのグツグツってなって煮崩れ起こしやすくなるから、うんうん、まあ、中火ぐらいで、中火から弱火でゆっくり炊いてあげたら、もう綺麗な形で残るから、そうやってやってあげて、うん、はい、それでは最後までご視聴どうもありがとうございます。チャンネル登録もしくはいいね、どちらかよろしくお願いいたします。それではまたね、おや。